いやあ、バタバタでしたね。いやあの言い訳じゃないんですけど、<laughs> ちょっとね。あのー、65時代の一番最後に毎回相模原インフォメーションっていうのをね。今までずっとお送りしてきたんですけれども、先週からあの亡くなったんですよ。で、ね、いつもそこの相模原インフォメーションがだいたい。 えっと4分ぐらいかな、あのー、私の手が空く時間でその隙にねトイレに行ったりとか、あのー、そのニュース原稿とかを取りに行ったりとかしてる時間だったんですけどそれがなくなったことによって <laughs> 全くす,、ね、あのすっかりと飛んでしまったという、はい、そんなハプニングもありながら <laughs> お送りしました。えっとね、メッセージもも読み切れなかかったものとかが ね、たくさんあるんですけれどもあジュネスさんは「そして雨を、ね」をリクエストしてくださっていたんですねすいませんかけられなくて、えっと、それからサガミンさん、ね、そのハプニングの時ですかね香織ちゃんの困った顔がかわいそうという <laughs> メッセージを送ってくださっていたり、えー、あとチャット見てます同じくサガミンさん「サガミんのいろいろなイベントのテーマソングとして香織ちゃんのハミングが聞こえる」を流してもらえれば嬉しいです。 本当ですね。そうしてもらえたら、私も嬉しいです。そして、二十五日。結局。デブ影さんは相模川に行かれるのですかという。しい <laughs> これなんか、いそらじつながりとかですか、このメールは。よくわからないけれども。はい。ええー。二のことですか。二三、ね、さが。え二十五日は行きますよね。はい、二十四も二十五も、あの、さっき。えー いましたけれども24と25に「新度スポーツ広場」というところで「風と大地の共演」っていうねあの全国のいろんな大凧が、えー、集合するあげるねお祭りがあるんですけれどもそれに、えー、と土曜日が「 磯内磯優子ちゃんとあと磯内と日産のユニットラベルエトラベーテが出演して日曜日が、えー、ミュージックボックス4週目パーソナリティのタミヤとシヒコさんとあと今泉さゆりさんさゆりんが、えー、出ることになっていますね野外イベントなので皆さんもし行かれる時にはぜひねあの応援してきて見てきてあげてくださいはいそして そして今夜10時からのミュージックボックスは、えー、3週目私古谷香里りの回ですね4月から、えー、3週目に移動してきまして2週目から3週目に移動してきましてなので今日は私の回ですゲストは明日、えー、町田ウエストボックスでイソ会というイベントをね開催する、えー、イソラジのねパーソナリティでもおなじみミュージックボックスでは1週目を担当しています磯優コちゃんイソっちが えー、ゲストに来ててくれていますいろんなお話を聞いたり、はい、ライブをしてもらったりあのねもう何人ものゲストの方が来てくださっていますがイソッチは楽でしたた <laughs> 楽とかか言っらら怒られるかなでもやっぱりお互いねパーソナリティーであの、まあ、しゃべり慣れてるっていうのもあるし普段からねいろんなあの、まあ、遊んだりとかあの普段お仕事も一緒にしているという身近な存在なのでもうね なんか息が合うんんですよなんか次があれにあの話題に行きたいなぁと思うとなんかそっちに持ってってくれたりとかお互いなんかとってもねあの話しやすかったです。ぜひぜひあの今夜10時からのミュージックボックスですね聞いてみてください。さあそんな感じでチャットの方は大丈夫ですかなんか質問来てたりしないですかねジュネスさんから東京スカイツリーの展望台に登ってみたいですかああ 完成したらでも登ってみたいですね。相当高いんでしょう。今だって東京タワーを超えたって言って、まだその倍ぐらい高くなるって言ってますもんね。先日母が見に行ってました。建設途中の写真を撮ってきて見せてくれました。はい。ねでも今すごいにぎわってるみたいですけど、はい完成したら登ってみたいですね。 あとは大丈夫ですかはいということでなんか今夜は雪が降ったりするかもしれないということなので皆さんぜひ、ね、あったかくして風邪ひかないように気をつけてくださいということでここまでのお相手は古谷香里でしたまたぜひ、ね、来週金曜日の夕方4時にお目にかかりましょうお疲れ様でしたありがとうございました